ネイティブアメリカンの出陣用帽子を非ネイティブアメリカンがファッションアクセサリーとして着用することは文化の登用の典型例である文化の登用とはある文化圏の要素を他の文化圏のものが流用する行為である。少数民族など社会的少数者の文化に対して行った場合論争の的になりやすい。流用の対象となる文化的要素としては宗教及び文化の伝統。 ファッション、シンボル、言語、音楽が含まれる。社会的少数派の文化から流用された要素は、多数派に所属する者たちによって元の文脈から外れて使用され、時には少数派が明示的に示した希望に反する形で使われることもあることから、文化の盗用は、アカルチュレーションや対等な文化交流とは異なり、植民地主義の一形態であるとされる。また、 文化的な要素が元の文脈から切り離され本来の意味が失われたり、歪められたりすることは、流用元の文化に対する冒涜であるという指摘も、ある。アフリカ系アメリカ人の学者であるグレッグ・テートは、文化の盗用と文化のフェティッシュ化は、文化的要素を流用された人々を阻害していると、指摘している。一方で、文化の盗用という概念に対しては、批判的な意見もある。 言語学者のジョン・マクーーターは、文化の登用は、一般的に誤解されやすく、ある文化の食べ物を食べたり、文化を学んでいるといった、状況に対しても雇用される場合があるという指摘や、概念に一貫性がないという指摘があると、主張している。また、作曲家の清水チャートリーは、社会問題に敏感な芸術家の自由な表現を、萎縮させかねない現状に対して、懸念を示している。 批評家の間では、先住民の文化の御用や詐称は、植民地主義の作詞形態の一つであり、先住民文化の破壊の一歩とみなされている。このような先住民文化の悪用の結果、いくつかの部族や、国際連合総会はこの問題についていくつかの宣言を発表している。ラコタ族の精神文化の作詞者に対する宣戦布告には次のような一節がある。我々は、 ヒインディアンによる我々の儀式の集奪にお墨付きを与えるために我々自身のコミュニティの中から現れたいかなる白人のためのシャーマンに対してもゼロトレランスの姿勢を主張する。そのようなプラスチックメディシンマンはすべてラコタ、ダコタ、ナコタの人々の敵である。先住民族の権利に関する国連宣言の第31条1項には次のように書かれている。先住民は 自己の文化遺産、伝統的知識、伝統的文化表現を維持、管理、保護、発展させる権利を有する。また、人的及び遺伝的資源、種子、医薬品、動植物の特性に関する知識、交渉、文学、デザイン、スポーツ及び伝統的ゲーム並びに、視覚的及び実演的芸術を含む、科学、技術、文化も同様である。また、 彼らは、そのような文化遺産、伝統的知識、伝統的文化表現に関する知的財産を維持、管理、保護、発展させる権利を有する。アメリカ合衆国で1970年頃から活動しているカウンターカルチャーニューエイジのグループ、レインボーファミリーには、このグループは、ホッピ族の長老や他の先住民からネイティブアメリカンの予言の常時であるというレインボーに、 関する流言があり、このことがレインボーファミリーによく見られる文化の登用を許していた。マイケル・アイニーマンチョ、ピープル・オブ・ザ・レインボー、A ノマィック・ユートピアによると、この神話のルーツは、ウォリアーズ・オブ・ザ・レインボーという1962年に出版されたキリスト教福音派の冊子にまで遡る。それは、ネイティブアメリカンのコミュニティ内で伝道する試みであり、 先住民に対する攻撃であった。2015年、アメリカ先住民の学者や作家のグループは、レインボーファミリーの作詞行為に対して、声明を発表した。レインボーのメンバーは、無自覚かもしれないが、彼らは、私たちの文化と人間性を我々の土地のように、誰でも自由にできると暗示している。我々先住民族の戦いの部外者である、レインボーギャザリングは、 善より悪をもたらしているし、今後ももたらすであろう。先住民の知的財産について書いた記事の中で、ナーフの理事、レベッカツオシエ教授は、これらの財産権が個人ではなく集団で保有されることの重要性を強調している。長期的な目標は、実際に二つのことを認める法制度を整備することである。第一に、先住民は自決権を持つ人々であり、 それには先住民に属するすべての財産に対する統治権が含まれることである。第二に先住民の文化表現も伝統的知識も知的財産の一形態であるが、それらは集団に属する資源であり、一個人がそれらの資源の権利を譲渡することはできないということである。部族国家は実際にそれらを集団で所有している。ありがとうございます。